日ごとの糧。2021年12月15日。死はこう言われる。お前の切り傷は癒えず、打ち傷は痛む。それゆえ、お前を食い尽くす者は皆食い尽くされる。お前の敵は皆補修となる。お前を略奪する者は略奪され、強奪する者は皆強奪される。さあ、 私がお前の傷を治し、打ち傷を癒そうと主は言われる。人々はお前を追い出された者と呼び、相手にされないシオンと言っているが。エレミア書30章12節1617節そして十字架にかかって自らその身に私たちの罪を担ってくださいました。私たちが罪に対して死んで、 義によって生きるようになるためです。そのお受けになった傷によって、あなた方は癒されました。ペテロの手紙、第1、2章24節人はそれぞれ傷を持っていたり、痛みを持っていたり、敵対する人がいたり、厳しい状況の中に身を置いて生きています。まあ、それでも、 神様の助けや介入がなくてもなんとかなると頑張っている方がたくさんおられます。心の癒しとか、心の修復とかが必要であることは分かっていても、なかなかどこに行ったらよいのか分からなくて、一人でうずくまってしまっている方々もおられます。今朝の聖書の箇所は、神様はそういう 人たちに対して、そういう私たちに対して、決して諦めることをせず、神様の方から近づいて私たちの重荷を担い、罪を許すために、御子は身代わりに死に、私たちの裁きと死を引き受けてくださった。まあ、大きな愛がそこにあるのだということを指し示している箇所でした。社会的には見下されている。 見捨てられているような存在に対してでも、神様は同じように愛を注ぎ、許しを提供しておられる、というんですよね。まあ、こういう言葉っていい言葉ですけれども、なんかいつの間にかこう他人事として聞いてしまう癖ってあるような気がするんですよね。こういう愛がまさにあなたの上に届きますようにと心から祈ります。 そして十字架にかかって自らその身に私たちの罪を担ってくださいました。私たちが罪に対して死んで、義によって生きるようになるためです。その受けた、そのお受けになった傷によって、あなた方は癒されました。このあなた方の中に私もあなたも含まれています。祝福がありますように。